どうも皆さん、ホラー系恋愛ゲーム考察シーズンの動画を投稿している片隅と申します。本日は Your Boyfriend の私が作ったゆっくり考察シリーズの総集編をコメンタリーしていきたいと思います。それでは早速スタートしていきましょう。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりにとりだよ。今回は Your Boyfriend を考察します。この Your Boyfriend あれなんですよね、ちょっと規約が変わってまして、体験版までしか新式協定で動画とかを投稿しないでくれみたいなことがゲームのダウンロードページに書かれてるんですよね。いくつかこの続きもやってくださいみたいなコメントをいただいたのですが、なのでちょっと規約が変わらない限りは投稿できないんですよね、動画。なのでちょっとその部分はご了承ください。というわけで早速開始したんですが、主人公ちゃんがあれなんですよね、最初の時点でだいぶ追い詰められてるんですよ。マイディア・ハチェットマンの時もそんな感じだったんですが、私の仕事は耐え難いものになっている。仕事だけでは家賃を払えないので、家賃を負担してくれるルームメイトを見つけなければ。お金関係でだいぶ苦しんでるんですよね、私のルームメイト。 Your Boyfriend の進行ちゃんは、マイディア・ハチェットマンの進行ちゃんは精神的に追い詰められていましたけど、アパートの家賃は滞納していた。友達とルームメイトになれば長く友達ではいられないと聞いたことがある。私の場合、私の友達が家賃の半分をカバーする必要がある理由を言い訳し続けると友情が薄くなる。そのデッドビートのおかげで家賃でお金を失うためだけに一生懸命働いてる。なので選択肢によっては本当に同一人物なのかって思うぐらい性格は変わっちゃうんですよね。おそらくなのですが、あれですね、精神的に溜まってる不満みたいなものが爆発しちゃうからだとは思うんですが、主人公かなり追い詰められてるね。この状態だと選択肢を慎重に選ばないと言ってはいけないことを言ってしまいそうですね。そう、これから危ない人と出会うんだろうし気をつけないとな状態な上に、しかも来るのは朝、まあ彼と出会うわけなんですが、彼の緊張をほぐし落ち着いて安らぎと静けさを味わえるようにした。ちょうどその時誰かが私のそばに座っているのを感じた。驚いた私は向きを変えて侵入者の方を向いた。さあ、彼ですよ。この体験版では名前が分かんなかった彼だ。一応私は、まあこのゲームの隠し要素を調べるにあたって知ってはいるのですが、この状態で微笑んで恥ずかしがりながら近づけるの、すごい精神をしている。家族や友達を待ってるの？君がここに座って一人でジョギングトラックからも遠く離れて座っているのはちょっと奇妙に見えてね。この言い方だと心配しているように見えるね。心配してるのは本当ですが、他にも目的があるのかも。まあ心配はしてるんでしょう、心配はしているのでしょうが、まあ実際この後の展開とかを見て本当にまあ彼が進行ちゃんのことを愛しているっていうのは本当でしょう。問題なのが、まあ愛し方の問題でした。彼は両足の間に指を交差させ温かく微笑む。つまり君は太極拳をした後の管理人や鳥に餌をやる老人のように見えないんだ。いいえ、私は自分自身に少しだけ時間を取っているの。最近かなり忙しいから。彼は恥ずかしそうに笑うと、彼は自分自身をさらに近づけ、彼の手は私の手にほとんど触れていた。だいぶ積極的ですよね、ここを見ると。積極的っていうか興奮しているのかな。実際本当に積極的だったら主人公ちゃんが働いている時に声かけられてそうですもんね。その時声かけられなかったこと自分で悔いてますし。どうでも奇妙な人ね。彼は少しぎこちないだけなのか、それともただの気候なのかはわからない。気候なんで、まあ気候といえば気候ですね。主人公の方が知らない以上は一方的に知られているパターンでしょうね。そう、一方的に知られていますね。一方的に知られている上でこの発言をされたら、そりゃやばいですよ。彼氏、なぜ彼は私たちがそんな関係だと思い込んだの？これは予想以上に危険な状況かも。見知らぬ人が座って辛抱強く私の答えを待っていると、ぎこちない沈黙が流れた。
制限時間付きだ。どうしますか、下手に刺激すると危なそうですが。これ、制限時間付きなら試しに選ばないでみようか。確かに、上2つは危なそうですからね。そう、このゲーム特徴的なのがあれなんですよね。制限時間付きなんですよ、選択肢が。不快な沈黙が長く、これ結構焦らされるんですよね。状況に戸惑い言葉が出なかった。突然だった。彼はヒントを受け取ったようで、私の面白いシステムだとは思うんですが。彼はぎこちなく笑った。ねえ、君が僕を君のボーイフレンドにしたくないなら、チャンスをくれ。彼が私を罪悪感に駆り立てているのなら、彼は本当だよ。ひどいことをしている。彼はむしろ押してくるより助けを請おうとしている。まあ、それは私があなたを知らないというだけです。そう。心配しないで、わかった。彼は全く失望しているように見えず、理解を示しているように見える。見知らぬ男が全部彼の頭の中で物事が進行しているのが怖いんだよな。おせっかいではあるけど、それでも少し不安だ。彼は拒絶をうまくかわしてる。いかなる種類の感触や圧力もない。ありがとう神様。何されるかわかりませんからね。まあそれならやめた方がいい。でも話が見知らぬ自分のことをガールフレンドだと思っている男性が感触を起こしたらろくなことにならないのは火を見るより明らかですからね。私は彼が立ち去るのを見て、彼のやり方がどのように終わったかについてある種の罪悪感を感じた。もう一度会ったら謝らなくちゃ。今回誘うのは無理だと判断して作戦を切り替えた。実際こういう考えもありえそうなんですよね。かなりしたたかな。彼はそもそも頭がいいっていうのはどうにも他の選択肢を選んでみて分かっていることですし。公園にとどまります。私は彼を追いかけるべきか、それともただ振り返って午後の残りを楽しむべきかわからなかった。普段は行かないところを訪ねて、もう少し街を散策しよう。ここなんですよね。私多分この最初の動画で You are boyfriend の一番やばいエンディングっていうかルートを引き当てちゃったっぽいんですよ。でも同時に彼が少しの間とどまって普通の人のように話しかけてくれたらよかったのに。最近私は孤独を感じている。普通の人のように話しかけてくれたら、どうかしたんですか、なんだか、なんか顔色が悪いですよみたいな感じで話しかければ、結構自然な感じで出会えたかもしれないのに。さて、私は今時間があり、気分転換ができる。なら、どうする？中に入って、周りを見回して、店の心地よい香りを取り入れた。生け花、鉢植えの植物、ポプリの小さなギフトバッグの趣のある展示を通り過ぎた。私は特別なものを買いたかった。まあストレス発散の意味はあったんでしょうね。ここでの買い物は。入った素朴な木製の棚のディスプレイから、バラの素敵で刺激的な香りに惹かれた。トゲが多いのもあるから、慎重に手に取ろうとした。私は自分の手にブラシをかけられてるようだと感じた。来たか。手を素早く引き離し、ディスプレイの向こう側に見えなかった人をちらっと見た。これ怖いですよね、実際にやられたら。公園の男が私を見ると、バラを引っ張る前に笑顔を見せた。後をつけられた？この店は普段は時間がないため通わない店です。この店に入ったのはイレギュラーなことなのに出会ったのは、まあ、ついてきたが一番わかりやすいですよね。君もここで買い物をしているとは知らなかった。違う。私は彼の存在に驚いた。男はそれから唇の上に指を当てるジェスチャーを私にした。小さなお店なんだから、大きな声を出す必要はないよ。そこじゃないんだわって話だけど。やっぱりあれなんですよね。なんかずれてるんですよ。ここまで私についてきたの？まあ彼の頭の中で進行しているストーリーと、進行ちゃんの頭の中で進行しているストーリーが違うからですね、おそらくこれは。え？もちろん違うよ。彼は私の発言です。彼の頭の中では彼に都合のいいようにストーリーが進行しているはずなので。僕はほぼ毎日ここに来る。少し安心した。彼はバラを手に持ってブラブラし、彼の目は恥ずかしそうに地面に焦点を合わせたままだった。花が好きでね。近くにあるのは小さな子の顔よ。ここに頻繁に もうちょっとなんとかならんのか。そして販売しているものがあれば買う。僕は時々君が働いている食堂の窓から君を見てたことを。この場で告白することからそれって話ですけど。立ち入るつもりだった。
って。でも、僕は正気を失って外で話しかけた。ここで自分が正気を失ってたって認めるのもすごいですよね。ですか。どうしよう、私を見てたのかな。ここでミスった。私を見てたの。本当に、あなたはどれだけ気持ち悪いの。まずい、主人公が興奮しだした。こうなっちゃうともう止まんないんですよね。言葉を選ばないのは危ないですね。待って、そうじゃない。彼は私を慰め、落ち着かせようとして私の肩に向かって手を伸ばす。彼の脂っこい、汚い手を私のどこにも触れてほしくなかったから、私はショックと嫌悪感で体を縮めた。触らないで。私は彼にヒステリックな声を上げ、向きを変えて花屋から飛び出した。振り返りはしなかった。ここっすよ、ここ。やってしまった。彼がより積極的な手段をしてくる。この表情とね、血。ようやく暗くなってきた。もうこの画面見た瞬間、やったしまったって思いましたもん、私も操作してて。怖がる正当な理由がある。そして今、私はより長く、より移動の少ない道を選び、カエルノウより遅くした。あの不気味な男が私の習慣についてもっと知っていた場合に備えて。最悪ね、私はタムロス。もっと習慣を知っているんだったら、それこそ、家の場所も特定されているでしょうなって話ですけど。私はアパートに入り、震えが起きる前に後ろのドアをバタンと閉めた。不用意に帰宅した後、ルームメイトとキッチンのスタディーパートナーね。沈黙する音が聞こえた。私は寝室に向かって走った。彼らは勉強会の後に裸で歩き回る癖があり、今日は服を着ているのか確認したくなかった。私の部屋で私はベッドに腰を下ろし、欲求不満の悲鳴を枕で殺す。しばらく、仰向けになって天井を見つめ、一日を忘れようとした。彼のことを忘れようとした。倦怠感で完全な眠りにつく前に、私の最後の考えは単純な願いだった。あの男、私はあの変人を二度と見ないことを願っていた。ここな、共通のエンディングですけど、シンプルにやばいですよね。いたね。彼を狂ったストーリー。窓にいる。家を突き止められてる可能性は考えられなかったみたいですね。主人公の生活が荒れてるからね。このルートだとこのバラの意味が分かんなかったんですよね。本当に助けてくれる人の手も。まあ何せバラもらってませんからね。このバラの意味が分かるのはもうちょっと後の動画になります。ここまでがパート1ですね。チャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。心臓の弱い方は注意してください。そう、ここめちゃくちゃびっくりしましたよ。これな、初めて見た時跳ねましたもん。初っ端からすんごいのが出てきたね。とっさのことだったので録画できていてよかったです。ほんと録画できててよかった。今回は前回選ばなかった彼とのディナールートに行きます。その後の方針は、今までホラーキャラゲームいくつかやってきましたけど、それの中でも一番びっくりしたかな。というか結構ホラー系恋愛ゲームってジャンプスケアってそうそうないんですよね。ホラーよりかは恋愛の方に基本的に主眼が置かれてるっていうのもありますけど。よかった。彼は私の手を取って握手をした。今夜7時に会おう。彼はベンチから立ち上がろうとしたが、今度は逆にめちゃくちゃうまくいったんじゃなかったっけかな、この動画だと。おっと、忘れてた。待ち合わせ場所が必要だね。ごめん、ぼんやりしてると思われるかもしれないけど、僕はとても興奮してる。そりゃ興奮してるでしょうよ。町にある古い食堂はここな、指定してくるんですよね。僕たちの邪魔をしないよ。食堂、なんかどこかで聞いたような。町の食堂、どこ。君が知ってる、君が働いてる場所。ここよ。普通指定してくるかね。大丈夫。素晴らしい、またね。素晴らしいんじゃないんだわ。彼は何かに買ったかのように、宝くじが当たったかのように急いで出発した。彼が浅い丘の周りを曲がって見えなくなる小道を下っていくのを私は見ていた。公園は再び静かになり、穏やかな孤独が再び始まった。いるのは近くの木で歌を歌う少ない鳥と私だけだった。私はしばらく座って、頭の中で奇妙な出会いを数回繰り返した。そりゃ奇妙な出会いとしか言いようがない。そのような人に会うのが普通かどうかはわからない。映画やテレビで見たようなものじゃないけど。
まあ映画やテレビでもルイを見ませんよね。よくよく考えてみると、ストーカーに声をかけ合えるって言ったら結構まあ相きたりなのかもしれませんが、意外とないですよね。作品としてホラー系ゲーム、私まあいろいろやってきましたけど、まあ、ストーカーが明確に出てくる作品がそもそもあれですね、インバイトミーインのデビン君ぐらいか。ただ彼は彼でまた違った感じでしたね。でも基本的にストーカーをするというのが同じだからか、両者ともに頭がいい印象がありますね。私は完全にオフな夕食の日に私が働いている場所で誰かに会うことについてかなり珍しいと感じつつ、食堂に、そりゃそうですよね。普通自分が働いているところって仕事の日以外は行かないって感じですもんね。後ろのブースに座った。今夜の食堂はそれほど忙しくない、特に珍しいことじゃない。いつも私はここで働いてるけど食べる側の人間だったことはない。多分彼は私が注意を払ったことがないお客さんだったのかしら。これもまあ違うんですよね。要は中に入ってこう来てないから分かんないっていうだけで、窓の外から眺めてて、そういう意味ではよく考えると変な踏ん切りをつける人ですよね彼は。それとも周りに人がいると余計緊張してしまうのか。ただそのことを本人もまあ気にはしていましたけどね。彼のことだから先についているものだと思っていました。待っている間に自分でミルクセーキを買った方がいいかも。今夜のシフトのウェイトレスは休日の私を食堂で見て驚いていた。まあ食堂でまあ仕事を働いている人、同僚の人がいたら驚きますよね。あれ今日シフトじゃないのになみたいな。数ヶ月間サービスを提供された後、私は彼女に同意するでしょう。しかし、少なくともミルクセーキは良い。本物のアイスクリームと材料で作られた昔ながらの種類であり、ファーストフード店のような粉末ミックスやフレーバーシロップではありません。数分後には彼女が私のシェイクを持ってきたので、ウェイトレスは私が思ったよりも忙しくなかったらしい。ヴィンテージ風のアイスクリームグラスからスプーンを引っ張って、綺麗に舐めた。すごく美味しい。もうすごく美味しい。シェイクを少しかき混ぜた。男が食堂の玄関から駆け込んだ。駆け込んできてるから急いでいるのはわかりますけどね。私はすぐに彼のノースリーブ。そうまでして送りたかったバラ、その意味よ。様子を見るに時間にルーズという感じ。私これで初めて知りましたね、バラの本数とかで意味合いが変わるって。食堂を見回した。彼は時間に遅れて走りながら、この前のヤンデーの総理を作る配信とかでも初めて知りましたけど、結構やっぱプレゼントとかの意味ってたくさんあるんですね。ゲームとか配信とかを通じて初めて知ることもたくさんある。ふらふらと曲がりながら彼はブースの列を急いで下り、私の向かいに座った。遅いわ。そうだね。ごめん、急いで立ち寄らなきゃいけないところがあったんだ。手に持っているものを買ってたんですかね。プレゼントだろうし、多分そうそう。そういえば You are Boyfriend でちょっと悩んだ点が、彼のその一人称に悩んだんですよね。俺なのか僕なのか。私という感じではなさそうなのですが、マイディア・ハチェットマンだったらアランは俺っていうのが一発でなんとなくは認識できたのですが、そう、彼は本当に何て言ったらいいんだろう、頭の中で考えていることがわからないので、まあ確かにホラーキャラゲームのキャラクターって頭の中で考えていることがわからないっていうのはあるんですが、何と言ったらいいんでしょうね、見た目のインパクトとかから、なんかそういう、あと喋ってる言葉からまあ一印象とかを私は決めているんですけど、Your Boyfriendの彼は本当に何て言ったらいいんだろう、特徴が丸いとかそういう感じなので、本当つかみどころがなかったんですよ。
全くつかみどころがなかったゆえに、結果的にどうしたらいいのか分かんなくなったんですよね。すごくいいわ、ありがとう。私はバラをそっと箱に戻した。まあでもなんとなく気が強いか弱いかで言えば弱そうかなっていうのを、まあこの主人公が果てている時に声をかけられなかったっていうのを認識でしたから、だから気弱かなみたいな感じではやりましたけど。そして彼の気分が良い間、私はこの可愛い奇妙な見知らぬ、そう愛嬌ありますよね彼、愛嬌があるプラスそして奇妙。スプーンダイナーの食堂で夕食を取るのは普通ではない。私は彼がレジでプロポーズしないようにしなければいけないというのもあった。そう勢い余ってプロポーズしそうなんですよね彼は。興奮してるし2秒かき混ぜた。それで私がここで働いていることをどうやって知ったの？僕は散歩でこの辺りをかなりの頻度で歩いてるんだ。僕は君が働いているところを時々窓からちらっと見てたんだ。入ってみたかったんだけど足が踏んで歩き続けた。そう、ここは入れなかったんですよね。彼は恥ずかしそうにテーブルを睨みつけた。今だったらここ敗者っていう役じゃなくって、あれかな、負け犬みたいだみたいな感じに訳すかな。結構ホラー系なゲーム、まあこの段階って確か実は順番間違えたんですよ私。コメンタリーと総集編あげる Your Boyfriend の方が先で、マイディアハチェットマンが後だったのに気づかず、マイディアハチェットマンの方を先にあげちゃったんですよね。まあいいんですけど、やっぱりちょっと翻訳とかぎこちない感じありますね。でここだ、まさかここは隠し要素だとは思いませんでしたね。明確に嫌がってるからよっぽどな理由があるんだろうけど、とりあえずは馴染みのあるジョンドゥ。これでもなんかリアクションしそうな気はしますけどね。なんかそれほど名前が嫌だったのか。うん、正直言ってすごくいいよ、ありがとう。私は彼を安心させるため彼の手をもう一度穏やかに握った。嫌悪感の表情は私がつけた名前ですぐに蒸発して喜びに変わった。うわぁ、今までは気づかなかったけど彼は本当に美しい青い目をしています。そう、鮮やかな色が濃い青の色、彼目も特徴的ですよね。なんて言ったらいいか、彼が怖いまで私が見つめていることに気づかなかった。なんて言ったんでしょうね、目立った特徴がないはずなのにすごい特徴的なんですよ。彼のデザインっていうか見た目。例えばこれでモヒカンとかリーゼントとか分かりやすい特徴とかだったらそりゃインパクトに残るんですけど、それがなくてもインパクトが強いんですよ。なんでか、なんででしょうね。表情とかの問題なのか、それとも認識のしやすさから覚えているのか。ねえねえ、申し訳ないことは何もないよ。彼は優しい笑顔で私を安心させた。彼は緊張を解くために何かを探し始めた。そして彼の目は私のミルクセーキに止まった。ねえ、僕は君に何か買うことになってた。あなたはすでに買ってくれたようなもの。まあ買ってくれたようなものですよね、プレゼント。その上、私たちはこれを共有することができるんじゃない？ミルクセーキとかどう？私は彼に向かってミルクセーキをすくう。彼は視線をそらしながら手を伸ばしてそれを取った。なんだかよくわかんないんですよね、本当彼は。僕はとてもひどいね。さて、ネガティブなのはなんとなくわかるんですけど。驚いて見つめてきた。次回また会ってくれるの？だってこれは完全なデートじゃなかったからね。だから、まあこれはデートっていうか、夕飯をただ一緒に食べたみたいな感じになってますもんね。発するので彼は激しくと思った。そうだね、そうだと思うよね。つまり僕はそう思わないけど議論したくない。彼が主義一貫した考えを求めて奮闘している。彼が幸せを封じ込めようとしている姿は可愛かった。このルートだとかなりうまくいってるんですよね。前回とは大違いだ。展開にしたけどどうなるか。それでも私は彼が楽しんでたのと同じくらい。だから普通にこのまま、まあ特に気にせず付き合えばいい関係のまま過ごせるのかな。そんな感じはするけど、メタ的なことを言うとゲーム的にそんな気がし、そんなことはありえないような気がしなくもない。座席から立ち上がってディスペンサーからナプキンの一つを取り出した。
ペンはある？ああ、あると思う。彼はポケットからペンを取り出し、それを私に渡した。私は自分の名前と番号を書き留め、笑顔でペンとナプキンを渡した。ここ、電話してきて。すぐにまた会えるわ。私の手からペンとナプキンを受け取り、彼は完全に畏敬の念を抱いて私を振り返りつつその数字を見下ろした。そう、畏敬の念を抱いているのが不吉ですけど、恋人ってあの好きな異性に対するなんか対応というよりかは、尊敬している憧れている人への対応に近いような気がするんですよね。彼の対応は名誉なことをした人物と同じ名前だったりするのかもしれませんが、名前を知られたらまずい人間って可能性もあるよね。指名手配犯とかですか？可能性はあるよね。夜が明ける前にアパートに、実際なんでこれ名前が自分の名前が嫌なのかよくわかんないんですよね。本編プレイしたらわかるのかな。そう、動画化するタイミングがあるかもしれないのでやってないんですよね、それからとは。ようやくアパートに戻ったら、ルームメイトの邪魔にならないように静かに部屋まで歩いていった。ここの主人公のルームメイトに対する対応もだいぶ違うんですよ。例の勉強会をしているようだ。そう、もっと静かにしてほしい。私もここに住まなければいけないのに。私はわざわざ部屋の電気をつけず、ベッドの上に激しく座り、マットレスに、ただ、そう、さっき共通のエンディングって言いましたけど、どういう展開になっても、あれなんですよ、彼は主人公ちゃんの部屋の窓の外にいるんですよ。なんでって思うんですけど。私の頭からジョンブが離れることはなかった。まだ手元にある箱を見ながら、もう一度開けた。束ねられたバラを引き出し、独占欲が強いとかなのかな。単純に彼がすぐに電話してこないかな。シンプルだけどインパクトの演出ですよね。自分を抑えきれないみたいですね。今回で分かったけど、この画面のバラはこのルートでもらったものなんだね。バラはもらったものだ。日本のバラの意味って世界にはあなたと私だけ。そう、世界にはあなたと私だけ。あくまで私たちの考察。他に誰かが混ざるようならっていうか、ルームシェアしている時点で混ざってきちゃうので、ルームメイトが危ないんですよね、こうなると。高評価とチャンネル登録もよろしくね。またお会いしましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。今回からは前回選ばなかった選択肢を選んでいきます。ということは公園での選択肢で真ん中を選ぶんだね。何が？違う。私は彼から話す。No! 誰かの話を断るときは、普段は礼儀正しくしようとしてるけど、見知らぬ人の傲慢さに明確に嫌悪感を示すと、まあ、しんこちゃん止まらなくなるんですよね。しっかりとこちらを凝視してしばらくそこに座ってから離れた。ああ。なるほど、君は誤解してるんだね。誤解というか。君がここに来て、僕を欲しがらないのはあまり意味がない。おっと、ほとんど脅しですね。私はベンチから立ち上がって、立ち去った。うまくいけば、他の気持ち悪い生き物が岩や茂みから這い出てくる前に、人通りのある部分に戻ることができる。どこに行くの？彼はベンチから私に、どこに行くのじゃないんだわ。私は彼の表情が読めない。ほんと読み取れない。複雑な感情の嵐のようで、私が最初に会った時ほど前向きで、ふざけていてぎこちないものではなかった。食堂であんなにネガティブだったように、ここではすごいポジティブみたいな感じなんですよ。どうなってるんでしょうね、ほんと。彼の精神状態。おう、なら、多分僕は君を家に連れて帰ることができるよ。やめて。そう。ここで言うかって話ですよね。つまり言ったってこれ、僕は君の家を知ってるよって公言してるようなもんですからね。腕をこするのは不安を感じている人がする行為らしいですが、一体何に関して不安を感じているんでしょう？気持ち悪い。でも僕はごめんなさい、行くわ。私は彼と別れ。これでも僕はあと何言おうとしたんだろう。君を守りたいんだとかそんな感じなのかな。または君を守ってるんだかもしれない。彼は決して動かない。彼はただそこに座って見苦しい顔をして静かに地面を見つめていた。もしかしてストーカー行為をしている自覚がない？そう、ストーカー行為をしている自覚がなさそうなんですね。どういうの？本人的には見守っている感覚だとしたら、予想外の出来事だろうか。なんで僕はいいことをしているのに、こんな風になってしまったんだろうみたいな感じで。
普段は行かない。それを踏まえるんなら誤解しているんだねっていうセリフはなんとなくわかるんですよ。私の妄想で彼がまだ潜んでるのではないかと思って、私の肩越しに後ろを見てしまう。わからない、多分私の考えすぎね。しかし誰が知ってるの。どちらかがお互いの名前を知る前に自分があの子のボーイフレンドであるなんて推測する人はおそらく心理的に健康な人ではないでしょう。まあ心理的に健康な人かと言われたら違うって話になりますかね。私が彼をその場に置き去りにしたのは私が嫌なやつであるように感じさせる。ここからは花やルートと同じなのでカットします。そしてここで上の選択肢を選びます。でもここさっきヒジョック否定はしたんですけど、ここで上を選ぶとルートが修正されるんですよね。修正されるというか、私の意識の欠如のせいで本当の彼を判断できてないのかもしれない。ほら行かなくちゃ。私は私たち二人の沈黙を破った。彼は喉をすっきりさせて勇気を奮い立たせた。彼は近づくと少しの間質問に躊躇し、最後に話した。君が僕に興味がないことは知ってるし、僕はそれを理解してる。でもまた会うことはできるかな。ネガティブなのかポジティブなのかよくわからないような発言だな。ここもスタートが悪かったような気がする。スタートが悪かったような気がする。私はあなたの名前。その通りすぎる。僕の名前、冗談みたいな名前なんだ。君が僕のためにニックネームを作って。そう、冗談みたいな名前って、ここでも自分の名前言うの嫌がるんですよ。徹底して自分の名前を言わない。なんでか。僕は自分の名前が好きじゃないんだ。正直なんで自分の名前が好きじゃないかなんですよね。何かと呼ばれたい。考えてくれないかな。彼は恐ろしい名前か恐ろしい養親を持っている可能性があるわね。この瞬間に彼のニックネーム、単純に家庭環境が悪く呼ばれている名前がそこで使われた名前で呼ばれるのが嫌っていう可能性もありますが、この名前を入力するところに隠し要素があるらしいんですよ。本当に彼が反応、そう、隠し要素、海外だと裏技とか隠し要素とか、裏技もそうなのかな。なんか検索してみると、イースターエッグってなんか感じで仕込まれてるみたいですよね。それほど名前が嫌だったのかしら。うん、すごくいいよ。正直なところ、ありがとう。窓の外を見ると、太陽が沈み始めていた。さて、暗くなってきたわ。家に帰った。この顔よ。はじめまして、ジョンブ。私は店を出るために向きを変えた。ねえ、ねえ、待って。ジョンブが私に呼びかけた。私は彼が羊のように微笑んでるのを見るために向きを変えた。少なくとも君を家に送って行っていいかな。新しい選択肢だ。どうしましょうか。家に近づけるのは危険な気がしますが、試しに時間切れにしてみようか。時間切れっていう選択肢があるのも面白いですよね。彼は前かがみになり、彼の笑顔は薄れたけどほんの少しだけだった。彼は失望を装うために指をパチンと鳴らした。下の選択肢になったっぽいね。制限時間がある以上、制限時間切れでしか行けないルートもありそうですね。あ、1日に2回拒否されちゃった。今日はついてなかったらしい。でも明日も話してくれるかい。彼がバラを元の場所、本当ポジティブなのかどうなのかわかんないな。頭を振った。私は今週ずっと働いてるから本当に何もする時間がないの。なら、そう、これだと話が変わるんですよね。なんか君の職場に行ってもいいかなみたいなこと言われるんですよ。一緒に店を出た。そこは不愛想な夫婦の食堂で、ほとんどの日は忙しくないわ。立ち寄って少しおしゃべりしたいだけならできる。正直なところ、何気なく周りに人がいるという考えは良さそうに思った。私は彼に間違ったメッセージを伝えてほしくない。でも、警告するわ。あなたが食べたり飲んだりしないのなら、私はあまり話すことができない。まあそりゃそうですよね。お客さんとして来てるので。持っていくよ。食中毒の可能性がある食べ物ってあるかな？なんか、表情が変わったね。そう、何かよからぬことを考えて、この動画あたりからかな。そう、こういう表情もいくらかなんか邪悪な顔してくることがあるんですよね。彼は私の肩越しを見て、木々や建物の影が見えてきているのを見ているようだった。さて、急がないと暗くなってきてるわ。あの表情は一体、彼は私のアパートの反対側の道を進んでいる間、彼の肩越しに見つめ微笑み、そして頭を下げた。私は自分の道を行く前に少しの間彼が歩道を歩いていくのを見ていた。
なんでしょうね、特徴ない顔だからああいう表情されると余計インパクト残りやすいのかな。私のアパートではルームメイトとスタディーパートナーがキッチンで鳴り響かせている音を除いて全てが静かだった。私は目を隠して通り過ぎた。勉強会の後は裸で歩き回る癖があり、今回は服を着ているかどうかを見たくなかった。私はわざわざ自分の部屋の電気をつけなかった。私は文章自体はあんま変わんないんですよね、この辺り。ストレスに入れ、手足を星のように広げた。大きな長いうめきを。ただ気づかれた方もいるかもしれないんですけど、まあしている最中かそうじゃないかで違いはありますけど。最初は間違った出会い方だったけど、そりゃいろいろあったでしょうな今日は。うん、とっても疲れた。服を脱いでないのは気にしない。私は毛布を上に引っ張り寝返りをして眠りについた。明日は早めに起きなくちゃ。別にこのルートでも出てるんだよな。今回で分かったことは、彼はストーカー行為をしているという認識がなさそうなことですね。嫌われそうになっても不安があるだけで、なんで嫌われそうなのかに気づいてないみたいだもんね。彼の頭の中で進行している物語も気になりますが、それはそれとしてあの邪悪な笑顔とかも気になるんですよね。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。まあ、何かを思いついたっぽいっちゃっぽいんですが、キメちゃんです。ゆっくりに取りだよ。今回は残りすべての選択肢の回収をします。あとニックネームを試すんだっけ。その通りです。今回は2種類試します。まずはザ・ストレンジャーと入力します。これって知らない人って意味だよね。本来ならニックネームとは言えませんね。うわ、君は僕を知らない人って呼ぶのに。これそう、このウィンドウのところに書いてある名前そのまま入力したんですよ。いいさ、それで行こう。わからないもの、ぴったりだと思う。あなたは気に入らないかもしれないけど、まあ、知らない人って言われたらな。ことができるの、ストレンジャー。ここからの展開は同じなので、A まで送ってもらうの選択肢までカットします。私が彼の申し出を受け入れるとき、彼は冷静さを保って顔よ。しかし私は彼が壁に跳ね、喜怒哀楽が分かりやすいですよね。なんか分かりやすいんだけど、内面まで読めない。代わりに私がデートしたくないことを尊重したらしい。渦巻いてる感情が複雑すぎるのか。それを私に差し出した。うなずく前に私の心は一瞬空白になった。ありがとう、でもそうする必要はないわ。いいや、あるさ。彼は微笑んで私をレジに連れて行った。花やがバラを包み真っ白な箱に入れる間、彼は財布の中にある紙幣に親指を通した。バラを購入すると、彼は箱を私に渡した。そう、お金があるっていうか働いてるんですよね、おそらく普通に。私は彼と一緒に店を出て、一緒に私のアパートに歩いて行った。彼の口からの情報でも普通に働いてるとは言ってますからね、確か。そう、会話が弾んだってことは話術すげえ長けてるはずなんですよ、どうにも。彼は製品のテスターとして働いているらしい。そうそう、製品のテスター。本当の製品が安価なが楽たらしいけど、本当だと思う。自分の名前も明かさない人物ですからね。とはいえお金があった以上収入は普通にあるっぽいんだよな。私たちがアパートに到着すると、ストレンジャーは私を見下ろし、自分の手をポケットの中に入れた。さて、ホームスイートホーム。ホームスイートホームはやっぱり家が一番という意味らしいです。彼は恥ずかしそうに笑った。私たちは廊下に立ってるけど、どちらが何を言うべきかわからない。こんな状況独特すぎますからね。しかも家からはあんな音が流れてるし、流れてるっていうか聞こえてくるし。キッチンのカウンタートップにいる二人のイメージが頭の中で点滅して身をかがめた。ストレンジャーはアイコンタクトを避けていて、彼は頬をあからめていた。彼も同じことを想像していた。こんなに恥ずかしい思いをしたのは初めてだった。多少はね。私は多分でも彼の前のドアを開けるのをためらった。面識のない彼はまあシンコちゃんの家が分かっているってことは、ルームメイトちゃんのこともわかるんじゃないかな。さて、君が入った方がいい。いつ会えるかな。つまり、君が空いている時間だよ。ちょっと考えた。バカなこと言わないで。私は今週働きっぱなし。私の名前の休日が欲しいくらいよ。
わからないわ。私の名前の休日が欲しいぐらいは、なんとなく、あの、洋画とかで見るセンスな感じですよね。休憩時間を延長するために僕を顧客に見せかける。この表情も珍しい表情。前回もこの顔、すごい表情だ。それにしても何かを思いついた感じの表情にはなっていると思うけど、彼は向きを変えて廊下を歩く前に苦笑いを浮かべた。明日の正午頃に行くよ。その場で何かするつもりなのか、もしかして。笑顔で目を覚まし、廊下をさらに出口に向かって下っていった。この先のエンディングに特に変化がなかったので、食堂でバラをもらった時の選択肢の場面までカットします。うん、ありがとう。不気味な露骨にショック受ける。将来の殺人あるいは自殺へと書かれたカードがあるのだろうか。彼が私の前のテーブルにプレゼントを置いたので、贈り物に全くワクワクしなかった。彼は落ち込み、自信を取り戻すために手を伸ばした。実際主人公ちゃんを殺す気がどうかって言われたら多分違うとは思うんですよね。この感じかと、この感じだと。彼がどれほど哀れなのか悩んで、私は腕を組んだ。それだったら人気のなかったあの公園でザッてやっちゃえばみたいなこともあるし。ミルクセーキを買わなければいけなかった。いくつかの決まり文句とバラがこれらを補うと思うの。なんだか主人公が別人みたいだね。荒れている環境なので怒りに火がつくと止まらなくなるのかもしれません。普段のストレスが溜まっている状態だからね。彼は肩を落とした。バラを胸の近くに持って、彼はぎこちなくつぶやいた。ごめん、ミルクセーキの代金を払うよ。彼はなんて哀れで小さな男だろう。彼はなんて哀れで小さな男だろう。とにかく、私がここで働いていることをどうやって知ったの？彼がこの場所を知った理由を知りたくて、私はミルクセーキをかき混ぜて、彼が考えをまとめるのを待った。あ、うん。僕はこの辺りをよく歩いて、微妙に違うんですよね、なんか。ほぼ毎日、君が仕事をしてる時はいつでも、窓越しに少し見ることができた。だから君の職場を知ってたんだ。まあ、君に会いに来ようとしたんだけど、毎回勇気が出なくてね。喋ってる内容自体はあんま変わんないんですけど、言い方が変わるって感じですね。彼は自分の席にもっと沈み込んだ。ごめん。彼のささやくような視線は私を見上げている。君に従うよ。次回はもっと素敵な場所に連れて行く。そしてもっと時間を厳守する。約束するよ。彼はまるで祈るようにバラを胸に抱きしめた。なんで彼は必死なの？彼は溺れているかのように振る舞っている。頭を水の上に保つために精神的に泳いでいる。なんていうか必死なんですよね、この場面から見て。手を伸ばした。話すことを減らし、食べることを増やした。乾いた舌を冷やすアイスクリームを食べてると、アパートの空の冷蔵庫のことを考えた。その中には製氷皿とソースパケット以外は何もない。私はより良い場所でまともな食事にありつけている。さすがに調味料と氷じゃな。小さい袋のことらしいです。柔らかいおやつを引き寄せて、不気味な男とサスペンスを保ちながら食べ始めた。彼が会話を始めようと。不気味な男か。まあ、彼を表現するには確かに、ぴったりな言葉かもしれませんね。愛嬌はあるのですが、愛嬌があるけど、明らかな危険も感じるんですよね。スプーンをきれいに舐め、満足のいくため息を吐き、座席に寄りかかった。わかったわ。もう一度チャンスをあげる。私は主に自分自身につぶやき、唇の隅からクリームのかけ。この1日目の行動だとあれですよね。だいぶ食堂で会うルートと食堂で会わないルートみたいなので分かれるっぽいですよね。なんか1日目の動きで。だいぶ物語変わっちゃいますもんね。だってこれ。上のディスペンサーにあるナプキンを指さした。あなたの番号を書いて、暇な時に電話するかもしれない。わかったよ。彼は喫音を起こし、ナプキンをひったくり。でもそもそも私が動画で一番最初にやったルートみたいに合わない、もう合わないような感じの雰囲気になったらどうなるんだろう。まあ追いかけ回してくるのか、おそらく。彼にナプキンを見せて、名前があるべきところをタップした。彼は不気味に静かになった。彼の不安で哀れな表情は純粋な嫌悪感に変わった。冗談のような名前なんだ。正直なところ、僕は君の好きな名前で電話してほしい。何？あなたは自分の名前がそんなに嫌いなの？彼は私を見る前にうなずいた。彼はペンを力強く握っている。
君が望むなら変態と呼んでもいい。ここがひどい夜に名前大丈夫かどうか分からなくて隠したんですよね。まあいくらか私やばそうな部分を隠すっていうのは何回もしてますけど、何回持っていいか何回書かな、あんま多くはないんで。そんなえげつない表現がある部分だったら丸ごとカットとかもするんで。小さな変態さん。ああ、それでも本名よりはマシだよ。本当に自分の名前。なんであの名前をそんなに嫌がるのかって話ですよね。これからあなたはあなたが願った小さな変態を手に入れる。彼は少し笑顔でうなずいた。彼はナプキンを私に返す前に名前を書き留めた。それで、僕が変態の場合、僕も君にニックネームをつけられるの？子猫ちゃんや滑らかな子猫ちゃんのように。この部分、伏せてるとこだらけだな。これはですね、冗談は冗談なんですけど、アダルチックな冗談だったから隠したって感じですね。どう翻訳すればいいんだよみたいな感じにもなりましたからね。とはいえカットもないあって、彼女は私の気分を察して、ただ静かに肩をすくめた。私は去る前に振り返りはしなかった。外は寒くなり鳥肌が立つのを感じた。気温が下がったからかアイスクリームが原因かもしれない。どうでもいいけど、実際まあルート的に見るとあれなんですよね、やっぱり彼と好意的な関係を結んだ方がシンコちゃんいい感じにまあなるんですよね。私は振り返って歩き続けた。万が一に備えて私は自分の住んでいる場所の反対側の道を急に変わった方向に曲がった。戻って家に帰るのは時間がかかるけど、後悔するよりは安全だ、大事だと思った。どっちがいいのかっていう話ですけど、どの道つきまとわれるんならっていうようなのはありますね。少なくともあの変人は食事を楽しんだ。私の胃は激しくなった。次回は彼にすべてのメニューを注文させよう。くそ、寒い。私は家に戻ったら、ルームメイトとスタディパートナーが勉強以上のことをしているのを耳にしたとき、大声でうなった。彼らの部屋のそばを歩き、私はドアを大きな声を出しつつ閉めた。私だってここに住んでる。このルートが一番荒れてるかな、多分。私は自分の部屋に入る前に怒鳴った。ベッドにうつ伏せになってて足を伸ばし、長く悲惨なうめき声を上げ、少し休憩してから仰向けになって天井を見つめた。ナプキンを手に、ずさんな手書きの文字を見た。調書を浮かべ、私はベッドのそばの床に投げた。まあ、今は彼に迷惑をかけるつもりはない。明日は仕事が多すぎるから、気が狂う必要もない。疲れすぎて服を脱ぐこともできないから、寝返りをして眠ることにした。同じ、まあ、再会を、するであろうルートですが。演技してると思う？自分の名前と主人公に対する好意がする。このルートだと明らかに主人公ちゃんが彼を下に見ている。余裕があるようには見えなかったよね。そして家まで送ってもらっていた時の対応からして、相手の精神状態を把握する能力に長けているのかもしれません。そうなるとその状況に合わせて態度をコロコロ変えているのかな。マジで本当精神状態がよくわかんないですよね、彼の。そうですね、あくまで私たちの考察だけどね。今回はここまでです。次回は Your Boyfriend の最終回となるのですが、最後は彼が反応する名前集になります。その名前の中に気になる名前もあったのでお楽しみに。そう、一応規約的にこれ以上投稿できないので、とりあえず一旦最終回っていう手にしてもらったんですよね。ちょっとゆっくりに取りだよ。今回は彼が反応する名前集になります。彼が嫌がる名前って想像がつかないね。早速試してみます。まあ彼が嫌がる名前、メタ的なものからいろいろとありますね。母さん。いや、君はあの人じゃない。それにその名前は他人の人生をいじることを楽しんでる病気のクリエイターのように聞こえる。そこまでボロクソに言わんでも男子ですよね。あるから、もっと楽しくて気の毒な名前をつけてみないかい。つまり彼女が僕で引き寄せたすべてのスケベってな。僕が問題を抱えていることは不思議じゃない。この後にもう一度入力画面に戻りますが、その場合は名前を受け入れます。この方もゲームの制作に関わっているらしいです。
うわぁ、それで、あなたはチェシャ猫スタジオから、僕の声を実際に認識した地球上の2万人の一人なのかい？それとも、このビジュアルノベルがブラックシェファードゲームズに、関連して作られたことがわかったのかい？お世辞を言うと、君はもっとうまくやれると思う。ローギングマンの代替バンドルハイエナボーイがトレンドになってるそうだよ。すんごいメタ的なこと喋りますね、ほんと。それまでの間、パトレオンになることを検討しておいてね。現在、ザフブートのアートスワップ用にユアボーイフレンドを開発してるんだ。あちこちで複数回しっかり宣伝していく。彼女の芸術は素晴らしいと思うけど、たわごとのような味がするよ。でも、君は僕の名前が笑い男だと思うの？そうだったらもっと面白いだろうね。お次は先ほど出たもう一つの名前を入力しましょう。それで、君は本当にハイエナボーイを試したのかい？君は僕が思っていたよりもずっと悲しくて孤独な人なんだね。ずっと悲しくて孤独な人なんだって。名前にすると皮肉を交えつつ宣伝するようですね。パトレオンは主に YouTube コンテンツ制作者、ミュージシャン、ウェブコミック作者向けのクラウドファンディングプラットフォームらしいよ。そうそう。お金を出して支援する人の意味ですね。君は方々のメンバーじゃないかと入力しています。君は技術的に間違ってないよ。不遇がこのコンセプトを提案したとき、僕の頭の上にあった巨人の赤い旗にインセルト。これ結構重要な情報だと思うんですけど。でも、どうやら、インセルト連続殺人犯をセクシーだと思っている、若いタンブラーフォロワーのサブセクションがあるみたいなんだ。誰かわかったよね？すごくぼかして説明しますと、自分の魅力をすごく悲観している方々の集まりを指すことなので、ちょっとこれは、あまり口には出せない。そういう方々を元に作っているのなら、もっとしんこちゃんは悲惨な目に遭っているでしょうって感じかな。次は暴言を入力します。シンプルな暴言、ほんと。ちょっと本当だよ。似たような言葉がもう一つあるのですが、全く同じリアクションなので割愛します。そしてこれが一番重要な名前ですね。そう、これなんか普通の名前だね。ピーター。待って、どういうこと？どうやって僕の名前を知ったの？本名なんだ。ピーターという名前について調べてみましたが、確かに殺人鬼の名前ではありました。そう、殺人鬼の名前ではあったんですけど、他にもピーターっていう名前の方って結構いらっしゃるので、自分の名前を嫌っている可能性が高いと思われます。うん、僕は自分の名前が嫌いなんだ。君はガールフレンドと話をしたかい？彼女は僕の本名を教えたのかい？ここの彼女はおそらくピーターの妹さんのことです。妹さんがいたんだね。そう、妹さんいるみたいなんですよ。なんか彼女のことを想像してるのではないかと思います。いや、真剣に別の名前を選んで。最後は主人公の名前を入力します。君の名前、本当に君の名前、本当に自分の名前をつける気なの？君は僕に自分の名前をつけるつもりなの？時間がかかったのか知らないけど、素晴らしいアイディアだと思うの？普通に怒るんですよね、彼。君の創造性の完全な欠如は僕の魅力をちょっとなくしてる。待って、君はそれを感じてるかい？君はただ反発しただけだ。ほら、もう一度考えて。次は本気で名前を考えてみたらどうだい？めっちゃ怒られる。そしては本気で怒るんだね。かなりのコンプレックスみたいですね。さて、それじゃ最後にピーターの危険性について考察しようか。開発を始めた際の名前からして危険性はかなり高いと思う。うん、間違いなく危険性はかなり高い。開発元のデザインを聞いたら間違いなくそうなのですが、精神的に何か問題を抱えているのはわかるけど、今のところはストーカー行為で抑えてる感じだね。何かの原因、もし誰かが自分たちの幸せを邪魔していると考えたら、どんな手段を用いても排除しかねませんね。その筆頭がルームメイト、なんだよな、危ないよ。まあ、主人公ちゃんも危ないですからね、多分。最終回となります。次回も海外で人気のホラー系恋愛ゲームをお届けしますので、楽しみに待っていてください。といった感じですね。これ全部です。また会いましょう。バイバイ。いやー、見返してみるとやっぱり魅力的なゲームですね、ほんと。規約が変わったら続きもプレイしていきたいなとは思いますけど。それでは今回のコメンタリーはここまでさせていただきたいと思います。
ここまでのご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。